どうも、タカチャンネルのタカです。皆さん、お元気してましたでしょうか？僕のチャンネルでは、ちょっと新しいガジェットやリュック、そういったガジェット製品だったりとか、クラファン製品を中心にレビューをさせていただいているチャンネルです。このように再生リストまとめさせていただいております。ぜひ皆さん、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。はい。今回なんですけども、道路も歩道も免許不要で走行可能な次世代電動モビリティである、忍び T というものを紹介しようかなと思っております。はい。今回紹介する製品に関しましては、特定小型原動機付き自転車になっているので、ま、電動自転車とはまたちょっと違うんですよね。原動機付き自転車なので、ま、どちらかというとバイクとかそっち系に近いような形になっています。なので、乗られる際にはですね、必ずヘルメットの方をですね、着用していただいて、交通ルールを厳守していただければと思います。応援購入をする場合はですね、警察庁が公開している2本の動画を視聴していただいてですね、交通ルールを理解した上で応援購入をしていただきたいので、僕の概要欄の方にもですね、2本の動画は載せておきますので、ぜひそちらを一緒に見てから購入の方を検討してください。で、今回のこの忍び T っていう、製品なんですけども、実は第1弾としてこういった製品がありました。これも幕開けでありまして、忍びと言われるですね、ちょっと変わった、電動機付き自転車になっているんですが、それをですね、武田真治さん、めちゃイケでね、サックスを吹いて結構有名だった体操のお兄さんみたいな感じの人ですよね、乗ったことで、結構、街でもですね、かなり人気を保有したバイクの第2世代モデルになっていまして、今回ね、この E バイクっていうのが昨年の7月頃かな、なんか道路交通法が一部改正されて、それに伴って新法令対応モデルとして、今回ね、生まれ変わった形になるので、ぜひですね、16歳以上は免許不要で乗ることが可能なので、ぜひ皆さんご検討いただければと思います。はい。で、今回のこの製品なんですけども、値段としてはですね、非常に E バイクの中では安いんじゃないかなと僕は思っていて、15万9000円から販売しているんですよ。なので、結構値段的にも手に取りやすい、ちょっと原付きを買うようなぐらいのイメージなので、出勤とかがね、満員電車ちょっと辛い。だからちょっと原付きとかそういうので出社を考えてるとか、そういった方いらっしゃったら、こちらのね、モデルだったら、なんかあんまりバイクっぽくないバイクでもあるので、非常にね、安いですし、なんかこう、ちょっとバイク怖いなって思ってるような人とかでも安心して乗れるようなモデルになっております。はい。じゃあ早速こちらの製品詳しく見ていきたいと思います。見ていきましょう。レッツゴー。はい。それではですね、早速外に出かけていこうかなと思います。まずは実際の車体を見ながらスペックだったりとか、その他設備のところとかをご紹介させていただきましょう。まずはスペックっていうところに関しましては、このような形になっております。サイズ感としては 1255×480×1015mm という形で、小型のですね、折りたたみ自転車ぐらいの大きさです。一応こちらに関しましては折りたたんで収納することも可能なので、メーカーさんが来た時に確かね、中型車ぐらいのですね、車に、そのまま乗っけていたので、まあ、キャンプとか、それこそ、ちょっとね、遠出した旅行の時とかに、街ぶらする時に使うように入れてあげるとか、そういうのも全然ありかなと思います。ただし、車両重量としては20キロあるので、ちょっと重たいので、車とか積む時とかには、男性の方が手伝っていただくのが必須かなと、女性だけとか、子供だけだと、ちょっと怪我してしまうかなと思います。はい。で、電動走行距離としては約30キロまでできまして、モーターの出力としては 400W です。はい。一応後ほどご紹介させていただくんですけど、モードとしては 1,2,3 ありまして、それぞれですね、1が、1時間に6キロ、2が1時間に15キロ、3が1時間に20キロというような形になっています。で、バッテリーはリチウムイオンバッテリーになっていまして、これバッテリーどこについてんのっていうと、この中に入っております。はい。ここの上の部分ですね、これがバッテリーで、これね、取り外しが可能になっているので、ここ取り外してバッテリーとコンセントだけを持って室内で充電ができるので、この今回のバイク自体はですね、外に置いていただくことが可能です。はい。タイヤサイズは14インチになっていて、充電時間は4、5時間ぐらいですね。はい。
で、適正な空気圧としてはこのような形になっています。はい。その他、ついている設備的なところで言うと、前方の部分にヘッドライトがついていて、あとはウインカーとかそこら辺のところもついてますし、あと嬉しいのが後ろにね、リアキャリアがついてるんですよ。で、リアキャリアがあることによって荷物の固定もできるので、ちょっと、外出先で荷物が発生したっていう時も、100均とかのね、空いたバイク用のゴムとかがあれば、固定も可能です。で、リアにもウインカーがついてるので、後ろから来ている車とかバイクとかにもどっちに曲がるとかが分かりやすい仕様になっております。はい。で、こちらの製品ナンバーは必須になっているので、ナンバープレートは必ずつけてください。はい。小型保険とかも入っておいた方が怪我した時にも安心なので、コンビニとかで、サクッと、シールを発行できて、それを貼り付ければ保険にも入れますので、ぜひそのようにしていただければと思います。はい。で、今回の製品特徴としては全部で6つございまして、まずはオートマチックで、この坂を登る力としても20度の傾斜ぐらいだったら余裕でいきます。モペットタイプっていう形のこちら E バイクになっていて、バッテリーが先ほど言ったように着脱式で、さらには折りたたみもできして、リアキャリアが搭載されているので、荷物とかそういったものも固定しやすい形になっています。前回ね、第1弾があったっていう風に言ったと思うんですけど、第2弾どこがどう変わったのか、リニューアルポイントっていうのをまず最初に皆さんに紹介させていただくと、デザインっていうのが大幅に変わりました。今回の製品白身での中でもコンセプトとしては日本刀をイメージしたんですよね。なんか見てて、あれなんかちょっと刀の形に似てないっていう風に思いません？どこがどこがっていう方いらっしゃったら、ちょっと写真をここの、合成で当てはめてみると、ほら、なんか日本刀の鞘の部分に似てるんですよね、このフレームの部分が。なので、忍びの名にね、恥じない、ちょっとかっこいい和チックなですね、まあデザインになっております。さらにはこのヘッドライトっていうのが前方についているんですけど、これによって日本刀の先の方からですね、鋭い闇を輝かす光が発射されるので、夜道をこうね、移動する時とかにもこれだったら安心できるかなと思います。はい。で、リニューアルポイント2としては、新法令にのっとったですね、次世代型電動バイクになっていて、忍び T は今回7月の道路交通法一部改正に伴って、電動機付きキックボード等に適用されていた特定小型原動機付き自転車の基準の方向にですね、見直された形になっています。はい。改定前っていうのが運転免許も必要だし、ヘルメットも必要だし、走行場所としても車道のみだったりとか、最高速度が30キロ、年齢制限にしても免許に書いてある通りだったりとか、保険は必須、ナンバープレート必須だったんですけど、この上の、年齢制限から運転免許の部分が7月以降ですね、免許も不要、ヘルメットも努力義務、走行場所も車道だけじゃなくてこの道路側の方だったりとか、歩道に関しても規定があるんですけど、そういった歩道とかもこちら、乗り入れることも可能になりましたし、車道時速に関しては20キロ、歩道時速に関しては6キロっていう形で、まあ最高速度もですね、このような形で、30キロじゃなくなって、ちょっと遅めになった形になっているので、そういった意味でもですね、前よりも乗りやすさっていうのは結構ハードルは下がった形になっているので、そこも結構いいんじゃないかなと思います。はい。ヘルメットに関しては努力義務にはなってるんですけど、僕はですね、これつけといた方が怪我した時に安全なので、なるべくねつけた方がいいかなと思います。はい。で、リニューアルポイント3としては、車道プラス歩道が走行可能な 2way 仕様になったというところで、従来の電動バイクって原付バイクに属するため、まあ、改正前の目玉である歩道走行ができなかったんですよね。なんですけど、今回のこれに関しましては、先ほどスペックでもあったモード1から3をことによってですね、歩道に関しましても、運転することが可能になっています。なので、このモードことで、16歳のですね、まだまだ学生のお子さんとかにもですね、運転はしやすいモデルかなと思います。はい。じゃあ早速なんですけど、こちらの製品の仕様っていうところを乗りながら皆さんと一緒に見ていきましょう。まずなんと言ってもいいのが、デザインがかっこいいっていうところです。はい。今乗っているんですが、乗っている状態でももうすでにかっこよさってのは伝わってきます。名前は和風ではあるんですけども、なんかこう乗った感じがね、ちょっと洋チックな、おしゃれな自転車みたいな感じなので、もう乗ってるだけでですね、なんかいろんな人から、あれはかっこいいなってこう指さされるぐらいのですね、形になっているので、大人の遊び心をくすぐるおしゃれなアイテムになってるかなと思います。電源をつけるときはここのボタンを1回押すだけでつけれます。で、モード切り替えに関しては、これね、ここの M のボタンを押すことで、モード1、モード2、モード3に変わります。
なんですけど、これ走行中はね変わらないので、そこはね気をつけてください。で、一回こうストップすることでモード切り替えっていうのはできる形になります。はい、じゃあまずはモード1で、走行してみましょう。ここのスロットルを回すだけで、まあ、こがなくてこのような形で進んでいく形になっています。はい、で止まっていただいて左右を確認して、で向かうって感じですね。はい、モード1ね、めちゃめちゃゆっくりで、一応歩道走行ができるのがモード1ぐらいのスピードなんですよね。なので、まあ、このスピードだったら、まあ、自転車よりも遅いので安心かなって感じはします。怖いとかそういうのも全然ないですね。非常にゆっくりなスピードで走行されているような感じですね。で、走行中のモーターの音なんですけど、モーターの音に関しては比較的静かです。なのでうるさいとかそういうことも特に感じないですね。はい、じゃあ次モード2に切り替えます。はい、モード2に切り替えると結構スピードは出ます。なので周辺のね、まあ、車とか自転車とかには気をつけましょう。結構爽快ですね。モード2ぐらいでも自転車で言うと、まあ、ちょっと急ぎ目で漕いでるかなぐらいのイメージの、まあ、スピード感ではあるので、速すぎるとか、なんかこうめちゃめちゃスピードが出て怖いとか、そういうのは全然感じないですね。じゃあ次はちょっとモード3で動いてみましょう。モード3こんな感じです。モード2に比べると確かに速いですね。なんか感じとしては坂道をずっと下り続けてるような感じなので、結構スピードは平坦な道でも出る形にはなってるので、そこはね、十分気をつけて運転していただくのがいいかなと思います。早い、めちゃめちゃ早いですね。うん、でブレーキも手元にあるので、まあ、結構操作もしやすいし、なんか自転車のブレーキをね、こう締めてるような感覚で、一応締めれますね。で一応、これに関してはすごい便利だなって思ってるのが、モードの最上限速度、そこを超えない設計になってるんですよ。今これモード3だと20まで一応、スピードは出せるんですけど、 19.6 とか5ぐらいで止まってくれている形になるので、少しバッファーを読んでスピード感は出してくれているので、法令速度を、ね、違反してしまうとかそういったこともないので、そこは初心者の方にも非常に、乗りやすいポイントかなっていうふうに思います。15までなので 14.8 から15ぐらいのところを一番フルスロットルでも、まあ、スピードが出せるかなぐらいのイメージですね。一応歩道走行ができるのは6キロぐらいの、モード1で、その時はできるだけ道路側をね、優先して、こう通行するように、皆さんしてください。で乗った感じの、そうですね、乗り心地とか、このお尻の具合っていうところに関して言うと、結構ねシートがさっき見ていただいた通り厚かったじゃないですか。なのでそういった意味からも振動とかそういったのは吸収してくれます。はい、で、まあ、タイヤが小さいからどうなんだろうと思ったんですけど、まあ、自転車じゃなくて漕ぐわけではないので、その分ですね、まあ、
別にその走行についてですね遅すぎるなとかそういったこともなかったかなって感じです。でこれからねこの坂を登ろうかなと思うんですけども、こういった坂もですねこんなに小さい、まあいわゆるタイヤではあるのに実際ねめちゃめちゃスルスルスルと登れるんですよ。なので登れる傾斜も結構ねこう急勾配でも行けるっていうのはかなり素晴らしいこの E バイクだなっていう風に思います。さらにはですねこちら2つ折りでコンパクトに折りたためるので、まあ我が家みたいにですね置き場所が結構限定されるような家とかでもですね小さくまとめられるからこそ周りの人に邪魔にならないっていうところも結構いいんじゃないでしょうか。はい。なのでまあ車に入れるもよし、家の中に置いておくのもよし、まあはたまたね車の中に入れるのもよしっていうところでもそこら辺のところもですねよく設計されてるなと思いました。で僕結構こういうねダボっとしたズボンが多いんですよ、普段履いてるズボンが。なので自転車乗る時だったらこういう風に乗りにくいんですよね。なんですけど今回のこの製品見てもらってわかるようにフレームが低いんですよ。でモペットタイプにもなってるのでこういった長めのズボンの人とかにも乗りやすい形になっています。でまたスカートとかでも乗りやすい形にもなっていますので、こういったなんかこう乗りやすさに考慮しているっていうのは結構ねやっぱユーザーさんのことをよく見てるなと思いました。でこちらの製品ね見てもらってわかるようにチェーンレス駆動式になってるんですよ。なので洋服とか靴紐の巻き込みっていうのもないですし、靴が油で汚れる心配っていうのもないので、そういった意味ではそのロングスカートだったりとかこういった僕みたいにダボっとしたサルエルを履いてるような人とかにもこれはすごい優しいなっていう風に思います。はい。今これ夜でも撮影してるんですが、夜のこのフロントとリアの LED ライトめちゃめちゃ明るくないですか。これだけ明るいので前から車が来たりとか、後ろから車が来た時、あと歩行者にもすごい見やすい形にもなってるので事故はすごい防ぎやすいのかなというふうに思います。はい。結構ねこの広角にライトが広がる形になってるのでライト部分は小さいんだけども照らす範囲は広いので、これは結構ねいいですね。はい。それでは最後こちらまとめの方に入りたいと思います。部屋に戻ってまとめていきましょう。レッツゴー。はい、いかがだったでしょうか。今回ね忍び T を実際に街乗りしてみました。はい。実際、乗ったまあ、距離としてはですね、家からまあ2駅先のですねところまで乗らさせていただいたんですけども、乗った感じとしてもですねすごいよ、もうスイスイで早すぎるっていうわけでもないので、原付とかをあんまり乗ったことがない人とかでもこれだったら乗れると思う。うん。でバイクほど車体もごつくないからこそ曲がる時にも曲がりやすいし重くもないんだよね。なのでこれだったら16歳以上の免許ない人とか、それこそ免許持ってる人とかでもですね全然乗っていただけると思いますので、まあ最新の注意を払ってですね皆さんぜひこちら、ぜひ体感していただければと思います。はい。感覚としてはもう本当自転車を乗ってるような感覚にはなってるので、まあねスピード的に言うと原付とかの方が速いの速いです。なんですけど、まあ、ちょっと乗ろうかな、ちょっと街乗りをしようかな、漕ぐのめんどくさいなとか、買い物とかねちょっと、楽していきたいなと思った時とかに乗るとか全然ありだなと思います。今回のこちらの製品ねぜひ、購入したいよとか、試してみたいっていう方いらっしゃったら、安いうちにですね、こちら出資への方よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー。